キュービーが消えた。一体何が。エピソードエンド。エケン。こいつ、すでにキュービーを制することができるというのか。こっからが本番だ。Ok, er geht direkt in den Angriff über. Los, komm her und zeig, was du wirklich kannst. So, jetzt komm endlich her und lass mal ein paar...Alter Schwede, ey. Pain geht gut ab. Bin verwirrt. Boah, das gibt's doch nicht, ey.Alter, das gibt's nicht! Pain, du Schwucke! Komm jetzt her und lass dich gefälligst verprügeln! Da haben wir den letzten Stern!Ich fick dich, du kleine motherfucking Pussy-Scheiße! Bleib stehen jetzt, verdammte Hacke! Verdammte Hacke, das wird verdammt enge! Du kannst ihm aber auch nicht dann ausweichen, ey, du...Wenn er einmal... Es ist unmöglich für dich, dann Verteidigung zu aktivieren. Pain den Rest geben. Naruto Pain 3. Über Pains übermöglichen Druck, du Scheißschwuchtel. Jetzt geht's etwas besser. Komm halt her. Willst du mich verarschen?
Wir haben es geschafft. Pain ist besiegt. ...51 von 58, nicht schlecht. S-Rang. Vision eines neuen Windes. Eremitenstamm. Du hast den S-Rang beim Erderschüttern erhalten. Kunst des Tauschens hinzugefügt. Aus dem Feuerreich. 875.000 Sturmpunkte erreicht. Ninja-Infokarte Nummer 124. 880.000 Sturmpunkte erreicht. Ninja-Infokarte erhalten. Ah, Herr Schwede. まさか、ここまで。これからお前たちを操っていた本体に会いに行く。大したやつだ。それに気づいているとは。エロ仙人が残した情報だってばよ。本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。それ聞いた時はまだ意味が分かんなかったけど、けどお前たちと戦っている時に誰かが見てるようなそんなチャクラを感じ取ったんだ。感じ取っただと。仙人モードは周囲のチャクラを感知することができる。そこで初めてエロ仙人の本物はいないって意味が分かった。お前たちを操っている本体がいるって分かったんだ。Ich finde es so ein bisschen schade, es fehlt eine richtig krasse Szene, wo Lay zu Nase noch einmal gegen Pain antreten wollte, es aber nicht ganz schaffte, vollkommen fertig, dann tauchte Naruto auf und fragte nur: Ich weiß, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich muss es fragen. Ist Kakashi auf einer Mission? Und sie ist nur am Schweigen. Oh, das war so eine epic Gänsehaut-Szene ever. Leute, Digga. Yakkai da na, sono chikara.もうお前の本体の場所も分かってる。あとはそこでお前と話をするってばよ。今さら俺本人に話したとて何も変わらない。そんなの直接話してみねえと分からねえ。無駄だ。お前では到底俺の痛みは理解できない。到底。Auf geht's zu dem echten Pain. Ich will Infos. Und ich will Rache.ナガト。ああ、平和がのこのこやってきたか。お前が本体か。お前がみんなを。俺が憎いか。仇を目の前にし復讐を成し遂げたいだろう。俺はお前と話をするつもりでここへ来た。けど他に確かめたいこともあった。確かめたいことだと？
自分の気持ちを確かめたかった。仇を目の前にしたら俺がどうするのか自分でも分かんなかったからだ。で、やっぱてめえは許せねえ。今にもぶっ倒したくって震えが止まらねえ。ならばかかってくるがいい。それがお前の正義だ。お前を弟子にしてよかったわい。どうした？俺を許せないのではないのか？エロ仙人は本当の意味で理解し合える時代が来るって信じ、その答えをお前に託すって言われて、俺はただ弟子として認められたみたいで単純に嬉しかったんだ。それがどんなに難しいことか今になってよく分かった。そんなに簡単なことじゃねえってことも。だが俺を許せないことに変わりはないはずだ。俺はお前の死を殺し、仲間を殺し、里を潰した。この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか？お前がエロ仙人の弟子だと分かったとき、どうしても聞いておきたいことができた。なんエロ仙人の弟子であるお前がどうしてこんなことになっちまったのか。俺はお前の考えが分からねえ。お前は里を仲間を大切に思い、そしてそれらを守りたいと強く願っているな。うん。守りたいもの、大切なもの、かけがえのないもの、それらを思うのは何もお前だけではない。かつての俺にもそう思えるものがあった。だが今はもういない。すべて争いに奪われたのだ。偽りの平和、そして野心、くだらぬ思惑が争いを生み、そして俺の大切なものを奪った。両親も親友も何もかも俺の前から消えた。俺は争いを憎み、それを生み出した世界を深く憎んだ。しかし同時にこうも思った。争いを止めることができれば憎しみは消えると。それがこの世に平和をもたらすことになるのだと。ならばどうすればそれが実現できる？答えは至極簡単だ。この俺が神になり、争いがなくなるよう世界を導けばよいのだ。そうすれば全てがきれいに収まる。俺のように憎しみを抱く者がなくなる。だから俺は俺のやり方で俺の考える平和を実現させるために動いた。わかるか？これが俺の正義なのだ。ジライアの言っていた本当の平和などありはしない。あるのは何かを犠牲にして成り立つ平和だ。この呪われた世界に似合うのは呪われた平和だ。
暁のペインとして人中力を借り続けたのも俺の考える平和を実現させるためだ。全ては世界のために平和を考えてやったことだ。